すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は自宅から動画をお送りするんですけども、毎週金曜日すする TV では辛いラーメンをすするというゆるい決まりがありまして、全国のセブンイレブンで最近発売が開始されました新しい商品が非常に気になったので、本日はこちらをすすっていきたいと思います。ドン、蒙古タンメン中本さんの汁なしカレーマサラーメンです。マサラっていうのがね、ちょっとこうインドっぽいというか、なんかまあマサラタウンみたいなところもありつつ、結構ねこのジャンクな辛いカレー味の混ぜそば汁なし麺になってるらしくて、ネット上とか YouTube の動画でも美味しいと評判なので、ちょっとすするもすすってみたいなということで本日買ってきました。調理はねもうレンチンのみと非常に簡単になっておりますので、早速レンチンしてすすっていきたいと思います。レッツゴー。まずはちょっと袋から開けてみましょうか。お、すでにカレーの匂いがする。開けた瞬間にカレーの匂いがするわですね。で、このね、で、この、カショウイ、ホアジャオ入りのラー油は、取っておくと。まあ、これ多分チンしたら爆発しちゃうんだよ。あ、まあ、セブンさんのあれですね。よくある、この、こちらの面上にしてレンチンするやつ。このまんまレンチンいけるやつですね。というわけで、このままね、7分間加熱していきます。7分間加熱していきますからね。はい。ちなみに、中本のカレー系のメニューといえば、新宿店。あの、林部長のいる新宿店ですね。新宿店にて、ね、インド定食っていう、ちょっともうスパイスの効かせたカレー風味の、あんとご飯がこうセットにあった定食っていうのがあったりして、あのインド定食もねめっちゃ美味しいんですけど、まあ、今回のこの汁なしカレーマサラ麺はお店では提供していないオリジナルのメニューだそうですね。カレーマサラ麺は辛うまラーメンの名店蒙古タンメン中本監修によるお店では食べられないオリジナルメニューです。一度食べたら病みつきになる中本秘伝辛うまカレーに極太麺がよく絡む至高の一品をご堪能ください。その麺がね結構太めでもちもちしてて美味しいらしい。まああとねカレーメニューということで、本日あの追い飯的な感じで、本当はね塩結びが良かったんだけど、塩結びがちょっと売り切れしましたので、もち麦もっちりピリ辛ツナ明太、これをね最後ちょっと残ったあんと一緒にこう合わせて食べようかなという魂胆です。さあレンチンが完了しました。すごいねカレーの匂いがしてる。うわうわめっちゃカレーの匂い。こちらに開けていきましょう。うわぁ。あ、結構ボリュームもあっていいっすね。あ、麺の量もね、結構しっかりめ。まあ、1人前ぐらいの量はしっかりありますね。さあ、そして、こっからがある意味本番というかね、この、カショウ入りラー油ですね。これを、まあ、自分の好きな辛さ、好きな量を入れて辛さをこう調節しながら食べられると。まあまあ、せっかくなんでやっぱ全量いきたいところなんですけど、どうしよっかな。いや、全量いくか。まあまあまあ。まあ、ちょっとちょい残しぐらいの感じで、半分入れたら蒙古タンメン級、全量入れたら北極ラーメン級ということで、まあ、ちょっと間ぐらいを狙って、いきますか。よいしょ。あ、いや結構入ったかも。あ、あ、大丈夫かなこれ。大丈夫か。うん。まあ、後からね、辛さ足りなかったらちょっと足してみます。まあ、だいたい、8辛分ぐらいは入ったかな、これで。そしてね、これをちょっとしっかりと混ぜていきますと。いや、いい匂いっすね。カレーの香りがやっぱ、すごく美味しそう。さあ、というわけで、早速、いただきたいと思います。いただきます。ちょっとね、ワクワクすぎて、物撮りとかするの忘れちゃったんですけど。まあ、ちょっとね、しっかりとこの、カレーのタレを絡めた、この麺をいただきます。すすう！美味しい。追いかけてくる感じで、こう、辛さがきますね。最初は結構甘みが来て、そこにカレーの風味が乗っかって、最後にこう、辛さがグッと押し寄せてくるような。そんな感じ。麺もね、ほんと評判通り結構もちもちしてて、しっかりコシがあって美味しいですね。あ、これは、なんか新しいな。うまい。最初にね、この甘みがほんのり来るのがすごくいいですね。美味しいな、これ。トッピングね、ちょっと珍しいのは、このジャガイモっすよね。ラーメンにジャガイモってね、あんまり入ってないと思うんだよな。ベジポタラーメンとかね、結構こう野菜を中心に出しを取ってるラーメンはあるんですけど、なんかジャガイモがそのまま入ってるって珍しいかも。あ、なんか芋っぽい。こうさっくり食感というか、芋芋してるな。で、麺にね、結構そのひき肉とか、まあ、ジューシーな肉とかも絡んでくるので、なんかいいっすね。うまいっすね、これ。あと辛い。やっぱ辛いっすね。中本やっぱ辛い。これ美味しいわ。全部入れちゃってもいいんじゃないこれ。あ、ほとんど入ってない。まあ、中本結構好きって人は全然、全部入っちゃっても大丈夫だと思う。いやー、しっかり辛くて。まあ、辛うまで、カレーの風味もしっかり漂うと。うまいね、これ。辛い。まあ、あとね、なんと言ってもやっぱいい点、レンチンでできるっていうね、この簡単さ、手軽さ、めちゃくちゃいいと思う、本当に。あ
の富田さんのねつけ麺とかもこのセブンさんの、ね、チルド麺で出てるんですけど、あれもレンチンだけでこんなクオリティ出せんのかっていうか、すごく美味しいんですけど、これもなかなかクオリティ高いですね。うん、美味しい。この手軽さでこの味を食べれるってすごくいいな。うん、というわけでね、ちょっとほんのりこの具材が残ったので、ここにね、このおにぎりを一緒に食べると、なんならこれが楽しみみたいなところもあったからね。このね、ピリ辛ツナ明太おにぎりが、ね、結構美味しいんですよ、まず。うん、うん、やっぱカレーとご飯なんで間違いなく合うね。この後、もち麦っていうのがまた良くて、ちょっともう投入しちゃおうか。はい、結構辛くてね、だいぶ汗出ちゃったんですけど、こんな感じでちょっと残ったカレー具材たちをねトッピングして、うん、いやー米合うわ、やっぱ米うま、めっちゃうまい。うん、いや、おにぎりもマストバイですね、これはね。絶対買った方がいいわ、セットで食べるのがいいと思う。わー、なんか満足感持ってめっちゃ良かった。おそれ、はい、ごちそうさまでした。というわけで、蒙古タンメン中本さんの汁なしカレーマサラ麺をいただいたんですけども、シンプルにめっちゃ美味しかった。カレー味なんですけど、カレーとは違って中本さんらしい旨辛、コクのある旨辛もしっかり感じられて、麺としっかり絡んで美味しくなるように作られてるなっていう、いや、とても美味しかった。うん、辛さ的に言うと、蒙古タンメン中本さんの、まあ、セブンイレブンで売ってるあのカップ麺をすすれる人だったら、まあまあ多分この辛さもいけるんじゃないかと。まあ最後はちょっとご飯を入れて追い飯みたいな感じにして食べるのがいいかなと。うん、やっぱカレーとご飯なんでね、めっちゃ合いますね。さらにね、そこにちょっと卵黄とか乗せたりしたら、もうチーズとかね、そういうのも絶対合いそうな気がしますね。うん、というわけで本日はセブンイレブンさんより新発売されました蒙古タンメン中本さんの汁なしカレーマサラ麺をいただきました。また、ね、こういったね、家でもすすれるラーメン出てちょっと気になったら、動画ですすってみようかと思うので、ぜひぜひね、もしリクエストなんかあったらコメント欄に、コメントしていただければと思います。さらにね、高評価やチャンネル登録などもね、ぜひしていただけるとすする大変嬉しく思います。そんなわけで本日は蒙古タンメン中本さん監修汁なしカレーマサラ麺いただきました。コスライ。